また来たのかね。すぐには決められないと言ったばかりだろう。今日のところはお引き取り。おや？あら、先ほどの方たちじゃないみたいですよ。おお、これは失礼。その、失礼します。お取り込みのところにお邪魔して申し訳ありません。ああ、それは別に構わんが、その、君たちは？クロスベル警察、特務支援課に所属する者です。こちらで起きた魔獣被害について話を聞かせていただきたいのですが。なるほど、町の警察の方だったか。てっきり遊撃士協会の新人が訪ねてきたのかと思ったよ。そのよく言われます。それで町の方々にもいろいろと話を聞かせてもらったんですが、たちの悪い被害が続いているそうですね。ああ、今までに3回ほど被害に遭っている。どれも夜のことで、最初は人的被害もなかったが、先日ついに怪我人が出てね。軽傷だったのが幸いだけど、徐々に被害が大きくなっているの。それで町のみんなもすっかり怖がってしまって。そうですか。その警備隊がパトロールに来ている間は何も起こらなかったんですね。ああ、その通りなんだ。どうやら狼どもは相当ずる賢いようでね。しかし警備隊も警備隊だ。何も解決できていないのに突然我々を見捨てるとは、君たちもそう思わないかね。ええ、確かにいろいろあるみたいだけど。ところで遊撃士協会を頼ったりしなかったんすか？実は警備隊が来る前に一度ギルドに依頼してみたんだ。ただ基本的に彼らはとても忙しいみたいでね。毎日警備をしてもらうわけにもいかず、結局は警備隊が出動したんだが。なのに今朝警備隊がいきなり撤収してしまった。ああ、弱り目にたたり目とはこのことさ。仕方ないからダメ元でもう一度ギルドに相談してみようと思っていたんだが、そこにあの連中が訪ねてきたんだ。ルバーチ商会の者ですね。その彼らは一体どんな話をしに？それがね、撤収した警備隊に代わって用心棒を申し出てきたんだ。いつ魔獣が来てもいいようにとね。用心棒？そりゃもちろんタダじゃないっすよね。いや、ミラーを取るつもりはないらしい。代わりにセプチウムの取引をその間だけ独占させてほしいそう。セプチウムの取引権を？確か鉱山そのものの採掘権は自治州が持っているはずですよね。ああ、あまり採掘しすぎないよう政府の決めた量を守る必要がある。セプチウムには国際的な相場もあるから、無茶な取引はそもそもできないしね。ただ採掘したセプチウムをどこに買い取ってもらうかはこの町の裁量に任されているんだ。すると彼らにとっては用心棒の手間に見合うだけのビジネスになるというわけですね。そうは言っても付き合いのある商人さんたちもいることですしね。どうしたものかと困り果てていたところなんですよ。そうだったんですか。やれやれ、妙な連中が絡んで面倒くさいことになってきたな。町長、できればこの件
自分たちに任せてもらえませんか。ひょっとしたら何とか解決できるかもしれません。え、ロイドさん。特務支援課と言ったか。警備隊でも遊撃士でもなく、町の警察に頼ってもいいのかね。ええ、お任せください。早ければ明日中には全て解決できると思います。ロイド、大丈夫なの？あんな安請け合いをして。狼型の魔獣が2種類いるらしいことまでは分かったが、今日は明日で俺たちだけで黒い方を退治しきれるのかよ。いや、必ずしも退治する必要はないさ。そもそも俺たちの役目は警備隊の長所で不可解な箇所を明らかにすることだっただろう。そういえば、いつの間にか魔獣そのものを何とかする話に変わってましたね。そこで提案なんだけど、あの白い狼が伝えたように、これで全ての手がかりが揃ったと思う。一度今回の件についてミーティングをしてみないか。そうね、情報の整理は必要かも。そんじゃ、もう夕方だし、バスでクロスベルシまで戻るか。いや、今日はこの町に泊まっていこう。ミーティングは客室ですればいい。それってロイドさん、もしかして。どうやら旧市街の時と同じく何か気づいたみたいだな。なあ、まだ確信までには至ってないけどね。よかったらミーティングで推理の検証に付き合ってほしい。ええ、それでは早速宿で部屋を取りましょう。さて、状況の整理を始めよう。今回の一連の魔獣被害だけど、最初の警備隊の調査にはいくつもの不明点があった。俺たちの調査でその不明点のいくつかが明らかになったけど、本当なら判明しているはずのある情報がまだ分かっていないんだ。判明しているはずの情報。なんだそいつは。そう、一連の調査で本来判明しているはずの情報、それは魔獣の目的だと思う。そういや、病院の被害を考えると飢えて各地を襲ったってわけじゃなさそうなんだよな。アルモリカ村の村長さんによれば、伝承にある神童が警告している可能性もあるということだけど、でも実際に各地を襲ったのは黒い狼たちの可能性が高いのよね。はい、そうだと思います。そうなると確かに目的が全くわからなくなりますね。ああ、だがここで黒い狼たちの気まぐれと判断するのは早すぎる。病院での一件を考えればわかるけど、彼らは非常に巧妙なルートを使って病棟の屋上に侵入している。そして被害者を必要以上に害することなく去っていった。確かに、ただの気まぐれというには周到すぎるかもしれないわね。本来見えてくるべき目的が全く見えてこない。つまりそこに何か意味があるってわけだな。そういうこと。こんな場合、人は大抵一つの枠組みにとらわれている場合が多いんだ。黒い狼たちによる各地の襲撃、そこに納得のいく目的を見出せる別の枠組みを考えるべきだろう。別の枠組みですか。難しく考えることはないよ。およそ犯罪事件と呼べるものは犯人、目的、手段、結果があるものだけど、そのうちのいくつかがずれていると考えたらどうだろう。
ちょっと待って、簡単にまとめてみるから。うん、そんなところだろうな。それで、こいつがどうずれてるんだ？なあ、こうしてみたらどうだ？いや、これだと辻褄が合わない。もう一度選び直してみよう。いや、もう一度選び。いや、もう一度選び。いや、もう一度選び。やっぱり辻褄が合わない。もしかしてこれか？これは仮にこうした場合、犯人は別にいて、黒い狼たちが手段で、彼らの身体能力が目的になる。完全に見方が変わったな。ってことは、狼どもの背後に人間がいる可能性があるわけか。魔獣を操ることができるなら、そう考えるのがむしろ自然だろう。問題は、複数の狼型魔獣を連れてコントロールする方法だけど、このうちコントロールする方法は、ある人物の証言から推測できると思う。ある人物の証言。なるほど。あれ、さすがにランディは気づくか。なるほど、あれだな。さすがにランディは気づくか。うん、その証言者は、雫マクレイン、あの遊撃士アリオスの娘さんの証言だよ。雫さんの証言。その気になったので、そこの窓を開けて耳を澄ませたんですけど、それ以上悲鳴は聞こえなくて、代わりにハッハッハッって息遣いみたいな音も聞こえて、しばらくしたら何か跳ねるような音が聞こえて、それとそのさっき話した音が聞こえてる最中なんですけど、何かキーンってかすれた音が聞こえたような気がしたんです。もしかしてその音で魔獣を操っていたの？ああ、その可能性が高いだろう。狼や犬のような獣は、人には聞こえない周波数の音を聞き取ることができるそうです。それを利用した特殊な笛が昔からあるらしいですが、いわゆる犬笛だな。今でも軍用犬なんかを犬笛で操る技術は残っているぜ。まあ、
まともな正規軍よりは傭兵どもがよく使うんだが。そうなのか。なるほど、かなり輪郭が見えてきたかも。そうなると魔獣を連れて移動する手段が必要になるわね。もしかして。ああ、多分エリーの想像通りだ。それを裏付けることもひょっとしたらできると思う。ティオ、エニグマの通信機能はこの町でも使えるかな。ええ、実習内ならなんとかギリギリ通じるかと。なんだ、どこに連絡するんだ。なあ、医科大学の受付さ。はい、はい、そうでしたか。ええ、ありがとうございました。どうだった。あなたの読み通りよ。魔獣が屋上に現れた夜、ルバーチェ商会の運搬車が駐車場に止まっていたらしいわ。どうやら病院で使う備品なんかを高値で押し売りに来てたみたい。さすがにタイミング良すぎだな。しかしロイド、なんで連中の運搬車が駐車場に止まってたって分かったんだ。深夜、病院の手前に車で来て襲撃させた可能性もありますよね。いや、それだとしずくちゃんが車の音を聞いているはずだ。それに最初は魔獣たちが入ってきたのが草むらの方かと思ったんだけど、あそこにあった木箱の上に魔獣の足跡がついてなくてね。逆に駐車場に面した手すりの上が擦れていたんだ。そこから入ってきた可能性が高いんじゃないかと思ってさ。なるほど、駐車場の方向は高さがあったから入ってこられないと思ってたけど、こう運搬車の上を行かせれば余裕で侵入できるってわけだな。用意周到ですね。つながりましたね、いろいろと。ええ、目的はセプチュームの取引の独占。いえ、むしろそれはおまけね。ああ、多分ね。マフィアが今力を入れているのは対抗組織であるヘイウェイを圧倒できる戦力を手に入れること。そのための戦力としてオオカミたちを使うつもりだとすれば、暴れるしかできない魔獣は戦力としては全く使えない。十分コントロールできるかを実際にテストする必要がある。それが各地で起きていた被害の真相だったってわけか。ああ、間違いない。そもそも警備隊が引き上げた直後にマフィアの手下が訪れたこと自体不自然極まりないだろう。引き上げを命じた警備隊司令は有力議員とつながっているらしいし、多分その議員を通じて根回しが行われたんじゃないか。多分そうでしょうね。腐っているとは思ってたけど、そこまでだったなんて。それで彼らはこれ以上続けると思う？魔獣の実戦テストという意味ではもう十分なんだろう。警備隊を引き上げさせたということはこれ以上騒ぎを起こす気がないという裏返しでもある気がする。ただどうやら今回動いている連中は余計な色気を出しているみたいだ。セプチウムの独占取引ですね。すると最後にもう一度だけ動くと。連中の態度を見る限りその可能性は高そうだよな。襲撃があるとすればいつ？そうだな、明日になれば町長がギルドに相談する可能性もある。最後の脅しをかけるとしたら多分
今夜以外にはありえない。よし、やるか。黒い狼たちの撃退とマフィアたちの拘束ですね。ええ、さすがに見過ごせないわ。警備隊には連絡した方がいいのかしら。いや、警備隊が動けば議員を通じてマフィアに感づかれる恐れがある。俺たちだけで何とかしてみよう。わかった。魔獣が現れるとしたら多分深夜になってからよね。はい、今までの事件も全て深夜に起こっていました。まだ時間がありますが、一通り準備を整えますか。そうだな、足りないものがあったら補充くらいはしておこう。準備が済み次第この部屋で真夜中まで待機だ。よし、いや、もう任せとけ。もうよし、まあなんとかなるかと。当然の結果ですね。食材を無駄にしました。よし、やるか。うん、いい感じかな。なんだこれ。よし、いや、もう任せとけって。おほほほ、いい感じじゃね。よし、こんなもんか。